さん、こんにちは。官房長官や自民党参院議員会長などを歴任し、参院のドンの異名を取った青木幹雄さんが2023年6月11日に川崎市内の病院で亡くなったこと、死去したことを複数の自民党関係者が12日明らかにしました。青木幹雄さんは昭和9年島根県大社町生まれ、早大を中退して大学、郷土の先輩でもある竹下登元首相の秘書となり、島根県議5期を経て61年の参院選島根選挙区で初当選、連続4期務めました。竹下氏の黒子として頭角を現し、平成11年に官房長官で初入閣を果たしました。2012年4月に当時の小渕恵三首相が脳梗塞で緊急入院すると、首相臨時代理に就任し、小渕内閣の総辞職を決めます。後任の森喜朗首相を密室で決めた。5人組の一人として批判も受けました。参院幹事長、参院議員会長として、10年以上にわたり参院自民党の人事、運営を掌握。国民的な人気を誇った小泉純一郎首相時代は、牽制しながらも支え続け、参院のドンとして君臨しました。2022年の参院選に出馬せず、長男の和彦氏に地盤を譲りました。引退後も現職国会議員の訪問が絶えず、政界に影響力を持ち続けました。気になる青木幹雄さんの息子は、青木和彦さんといい同じく政治家をされています。青木幹雄さんには長男の青木和彦さん以外にも次男や長女がいらっしゃるようです。青木和彦さんは早稲田大学卒業後一度参院中央テレビで勤務しますが、平成11年から政界入りし、父親である青木幹雄さんが内閣官房長官の時に秘書官を務めました。その後数々の職務に就いた後、現在は参議院自由民主党筆頭副幹事長、自由民主党副幹事長として活躍しています。青木和彦さんといえば、お父様は島根県議の青木幹雄さんであったり、おじ様の青木文雄さんも元竹下党首相の秘書をされていた政治家一族です。当然青木和彦さんのお子様にも後を継ぐのかという問題が発生します。そこで青木和彦さんの子供を調べたのですが、青木和彦さんの子供に関しての情報は公表されていませんでした。どうやら後継者問題が発生しているようですが、青木和彦さんにお子さんはいらっしゃらないようです。安倍元総理ご夫婦にもお子さんがいらっしゃらないので、政治家的には政治に専念できる余裕のある環境とも言えるのかもしれません。政治家にとっていい妻を持つことが最強の政治家への近道となりますが、青木和彦さんの妻はどうなのでしょうか。奥さんは着物の似合う和風美人な方です。青木和彦さんの奥様は頭が良さそうな雰囲気なので、前に出れば出るほど活躍されそうなのですが、良き政治家の妻として3歩下がって青木和彦さんのサポートに回られているようです。写真に写る2人の距離はとても近いので、おそらく普段からとても仲がいい夫婦なのではないかと思います。現在の青木和彦さんの状況ですが、とにかく毎日何かの会に参加されています。時には鳥取県国会議員会合同新春懇談会に参加、同じ会にはあの有名な大物政治家石破先生の姿もあったようです。これだけ毎日たくさんの会に参加しても誰とも揉め事を起こさないなんて、青木和彦さんは相当なコミュニケーション能力をお持ちですね。そんな青木和彦さんには三井金属の社長に天下ったとの噂があります。青木和彦さんは1984年4月に確かに三井金属に入社していたのです。これなら天下りではないのかもしれませんが、お父様やおじ様など青木和彦一族のメンバーなどを考えると、青木和彦さんが所属することで会社側は何らかの利益を得ようとしたのかもしれません。現在の青木和彦さんの活動をブログで確認すると、かなり精力的に活動されているようなので、実際のところ天下りしている暇はないのではないでしょうか。そんな青木和彦さんには事故に遭い死亡してしまったという噂もあります。死亡したの噂は有名人なら多少はされることがある噂です。ましては青木和彦さんであればなおさらです。しかし事故に遭い死亡したという報道はないので、
デマと言っていいでしょう。またそんな青木和彦さんには事件を起こして逮捕されたという噂もあります。政治界では汚職事件や賄賂など頻繁に行われているようなイメージを持つ方が多いのではないのでしょうか。事件を起こして逮捕されたという噂もきっとこのイメージから来たのではないでしょうか。ですので事件も逮捕もデマと言えるでしょう。青木幹雄さんには息子で長男の青木和彦さんの他に次男や長女がいることも分かっています。青木幹雄さんの次男は青木雅彦さんです。残念ながら次男の青木雅彦さんについては現在情報がありませんでした。同姓同名の経済学者の青木雅彦さんがいらっしゃいますが別の人物です。青木幹雄さんの長女は青木由美子さんです。長女の青木由美子さんのお婿さんがウィルコンサルティング代表取締役細木雅彦さんという情報があります。ですので青木由美子さんについては細木由美子さんというお名前になっている可能性も高いです。青木幹雄さんの妻については旧姓山本玲子さんで山本茂次さんの長女という情報があります。残念ながら山本茂次さんがどういった方なのかは不明です。また青木幹雄さんと青木幹雄さんの妻は早稲田大学在学中に学生結婚をしています。そのため青木幹雄さんと妻の玲子さんは年齢が近いと思われます。素敵な家族がいらっしゃる青木幹雄さん、そんな中実は隠し子がいるという噂が浮上しました。その隠し子とはキレる女性というキャラクターで一世を風靡した青木さやかさんです。青木さやかさんは卒業後は名古屋タレントビューローに所属しタレントとして活躍後お笑い芸人に転身。2003年に渡辺エンターテインメントに移籍、お笑い番組をはじめ数々のバラエティ番組などで活躍しています。結論から言えば青木さんの母親は一言で言えば教育者です。小学校の教諭として長年勤め最後には校長にまで上り詰めています。特に母親は最後は小学校の校長まで勤め上げた地元では名の知られた人でした。青木さんの母親はいわゆる教育ママというものになるバックグラウンドがありますね。何をしても褒められることがなく自分の価値観を押し付けられた経験を語っています。青木さんが芸人になってからも母親との確執はずっと続いていました。青木さんと母親との関係は複雑なものでしたが父親とも一筋縄ではいかない関係だったようです。しかし母親との関係がうまくいかず幼い青木さんの前から去っていきました。たまに会う機会はあったようですが親子の関係はどこか希薄なものであった様子がうかがえます。青木さんは些細なことで父と喧嘩をしてしまったそうです。幼い頃に青木さやかさんの前から姿を消した父親が青木幹雄さんと言われています。しかしこの情報はあくまでも噂であって報道などはなかったためデマだと言えるでしょう。いかがでしたか。今回は青木幹雄さんについてご紹介しました。青木幹雄さんのご冥福をお祈り申し上げます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。